竹取の大きな竹を取るに、この子を見つけての地に竹取るに、節を隔てて夜ごとに黄金ある竹を見つくること重なりぬ。かくて大きな揚々豊かになりゆく。大きな心地悪しく苦しき時も、この子を見れば苦しきこともやみぬ。腹立たしきことも慰みけり。世界のおの子、あてなるも卑しきも、いかでこのかぐや姫を、得てしがな、見てしがなと、音に聞きめでて惑う。その中になお生けるは、色好みと言われる限り五人。思いやむときなく、夜昼聞けり。そのなども、石造りの巫女、倉持ちの巫女、右大臣安倍の三村寺、大納言大友のみゆき、中納言磯の神のまろたり、この人々なりけり。世の中に多かる人をだに、少しも形よしと聞きては、見まほしゅうする人どもなりければ、かぐや姫を見まほしゅうて、物も食わず思いつつ、かの家に行きて、たたずみ歩きけれど、かいあるべくもあらず。
さて、かぐや姫、形の世に似ずめでたきことを帝きこしめして内侍中臣の房子にたまう。多くの人の身をいたずらになしてあわざなるかぐや姫はいかばかりの女ぞとまかりてみてまいれとたまう。房子受けたまわりてまかれり。帝今かに日を定めて帝に入れたまうて、かぐや姫の家に入りたもうて見たまうに、光満ちて清らにて至る人あり。帝なおめでたくおぼしめされること、せき止めがたし。